本当に残念で、うん、もうこれ世界の損失だよこれは。今僕それでも編集者だから、うん、いろんな方に、まあ原稿をお願いしたりなんかしてんですけど、うん、お願いしてたらもう泣けてきちゃうんだよね、うんうん、本当にうちで昨日あれしてたら月刊花火になってから70数冊作ってるんですけど、ええ、増刊入れればまあ80ぐらいかな、うん、75回ぐらい安倍さんのことをまあ触れてるんですよね、うん、ご登場いただいたこともたくさんありますし、うん、それとまあ日本は銃社会ではないから、まあ、その一般的にもですね警戒心がものすごくやっぱ薄いですよね。薄い。でもああいう安倍総理みたいな方はもっと警護してほしかったと思うけど、うん、薄いよ、うん、もうそう。そのね、それでまあ普通だったらね昨日だってね2回撃ったわけでしょ、うん、1回音がしたらねアメリカだったらみんなひれ伏したりね、そうですね、逃げ惑ったりしますよ、はい、そうですよね、だけどみんな日本人は本当に警戒心がないからなんだろうぐらいの感じで、なんだろう、その SP だってねあれだよね、安倍さんのしゃがませて追いかぶさるとかね、アメリカだったらやりますよ、うん、レーガンの時もそうだったよ、そうですね、はい、うん、それからシラクだって銃撃、車に乗ってて銃撃されたんだけど一発目当たんなかったら二発目の時はもう捕まってたんですよ、はい、そのぐらい警戒厳重にやってんだけど、あれで一発目だ当たらなかったっていうことなんだから、その2発目さえ打たされなければそうだよ、ね、なんとかなったかもしれないんだよな。まあしょうがないけどね、SP 攻めてもね、あそこの場所だってこう見たらもう全然その警備ないもんね、うん、後ろガラスでしょ、後ろ道路ですよ、はい、車通行してるんですよ、うん、演説中に、はい、車から銃撃されることだってあるわけだから、まあね、本当ね、今そんなこと言ってもしょうがないんだけどね、しかも世界のリーダーの中で信頼されていてね、そうです、抜きに出たまあ力があるわけだから、今のこの混乱したね、また第三次大戦を云々されるような時代にね、そう、失うのは本当に前もなんていうかもったいないよね。まあいろんなもちろん政治家に会う機会はありましたけれど、安倍さんぐらい素晴らしい政治家いないよ、うん、で安倍さんの周りにいた人たちは新聞記者の人でも、それは小川さんもそうでしょう、健常さんもそうだと思います、うん、みんな安倍さんがどんなに素晴らしいね、うん、人間か政治家かっていうことをね分かってんだよ、うん、まあみんなね、はい、だけどその朝新聞とかさ、うん、ああいう新聞がねめちゃくちゃなことを書くわけじゃない、うん、いや本当にそうですよ、うん、なんでもっと大事にしないのかと、うん、ああいう県の政治家だよ、なんでもっと大事にしてくれなかったのかな、うん、政治家以前の日ね、政治家っていう以上にその報道で言えば、その今回の警備が手薄かったのもね、その例の秋葉原 のこんな人たちをっていうんで安倍さんの発言とかね、あるいは札幌で演説した時に、うん、あれは本当にひどい話、排除したら訴えられるんですよね、はい、で訴えられて負けたんですよ、うん、それから秋葉原の件なんかでもこんな人たちっていうのは一般の人たちのことを言ってんじゃないんですよ、安倍さんが言ったのは、はい、そうです、あの時に事前に来て場所を閉めて安倍さんのその話をガーガーと選挙妨害してたやつらのことをこんな人たちって安倍さんは言ったんですよ、そうだから民主主義の根幹を崩すことをやってたんです、だけど朝日新聞とか東京新聞は、はい、それをこんな人たちっていうのは一般の人たちというふうにしか書いてないんですよ、そうです、はい、あれ一般の人じゃないんですよ、はい、組織されてきて安倍さんの演説を妨害してた連中なんですよ、そうです、こんな人たちっていうのは当たり前なんですよ、はい、
だけどそういうのは書かないから一般の人たちは分かりませんよ。そうです。それは現場にいない人は、ね、はい、現場に人した人は分かるでしょうけど、はい、そういう報道をずっと続けてきてたんですよ、はい、テレビもしたんですよ、うん、同じく、うん、はい、あれについてはお前らちょっと反省してくれよと、はい、うちなんかでいくらそんなこと書いてもね、その大新聞とかテレビにかなわないですよ。それはどんだけ安倍さんがね、国のことを思いね、国の将来を思いね、僕は最後は5月11日と11日にあの、うん、本田さんとの対談をしていただき、その3日後に憲法の改正の話をしていただいて、安倍さんもなんだこんなあの近い時に2回もかとあのおっしゃってたけど、ちゃんとやってくださったんですよね、うん、それは、うん、それから4日の日にはあの明夫人と何人かの人たちと会食して、明夫人も本当にあの明るく支えてらっしゃったから、うん、悲しいよね、うん、安倍さんぐらいやっぱり国のことを考えている政治家っていないよ。僕はいろんな人にいろんな政治家に会ったけれど、それは自民党だけの問題じゃないからね。いやもう日本の問題ですからね。そういう安倍さんがそういうなんだろうな、意思をその継いで、まあ、政治をやっていける政治家が少ないですよね。これ日本が本当にあのどういう国になるのか心配ですよね、うんうん、でも本当に心配だよこれ。もう政局となんか自分が総理になれるかどうかっていうのことしか考えてないからね、はい、ほとんどの政治家がね、うん、はい、そうだってそれは秘密保護とかなんかでもさ、その時にそのどういう反対運動をね、はい、うん、野党がしてたかね、うん、そうですよ、戦争になると、はい、こんなのができたらね、うん、っていうこと言ってたわけでしょ、はい、恥を知れと言いたいよね、はい、うん、本当だね、うん、しかし国会の前でさ、その安保の時よろしくさ、はい、あのデモやってたわけでしょ、はい、うん、だってそれは安倍派だってね、はい、どうなるか分からない、どうなるか分からないですね、うん、そうです、はい、岸田さんがね、自分にそういうまあ力がないっていうことを自覚してね、はい、政治をやってくれれば、考えてくれればまだいいけどな、うん、そのそうですね、自分にその力がなければ誰かの力を借りるしかないわけだから、はい、だけどまあそういうことができる努力があるかなとも思えないけど、まあでもそうやんなきゃダメなんだよな、うん、安倍さんはもうあの作って、ね、絶対人の悪口言わないからね、はい、それからまあ一度なんていうのかな、こう親しくなった人とか仕事をした人に対してのおんぱかりというかね、はい、そういう人たちをとても大事にしますよね、うん、だからなんかその例えばまあ問題を起こした時にね、はい、なんか人たちになってちゃんと対応しますよね、はい、それはまあその河合克行さんなんかはね、まあ、例に出して悪いけれど、ああいうことでまあ今獄中にありますけれど、はい、その後のフォローなんかもね、はい、安倍さんはちゃんとなさったんだよね、はい、うん、安里さんのね、はい、をまあ呼んで食事をしたりね、うん、そういうことを人知れずやってるんだよ、はい、うん、そういう人なんですよ、はい、いやそりゃそうだよね、うん、そういうことをもっと本当は知ってほしかったね、うん、いやそうだね、メディアは、ね、本当にメディアが良くない。この前も憲法改正のね、はい、なんていうか増刊号を作るんでね、はい、扉にね、うん、総理に憲法改正って書いていただきたいかったんですよ、はい、それを思いついたのが、まあ、結構ギリギリだったんだよ、はい、私が、編集者として出せない選挙近いもうギリギリだったんで、ね、それは市長の方もね、はい、いや時間がどうですかねとこうおっしゃってたんだけど、安倍さんがね、まあ、色紙に普通書くんだけど、はい、色紙がまあなかったのかなんかね、半紙にね、はい、憲法改正って書いてくださって、はい、それでくださって、それはまあ増刊号に掲載しましたけど、はい、そういうこともねちゃんとやってくださった方なんだけどね、で2人は本当の仲良かったっていうか、安倍さんがねやっぱり昭恵さんを大事にしてましたね、はい、そうですね、それは本当に大事にしてたね、はい、大事にしてたね、うん、それでほら安倍さんが辞めて次菅さんに、まあ、なったわけですけど、
その時にその安倍さんもまあ多少の迷いがあったのかな、うん、昭恵さんにまあ聞いたら、うん、昭恵さんが昭恵夫人があなたしかし安倍政権をね、うん、あれだけちゃんと支えてくれたのは菅さんでしょと、うん、いうことをねまあ昭恵夫人がおっしゃって、まあ、それだけでもちろん決めたわけではないでしょうけれど、それもその菅さんを後継にする一つの大きなきっかけになったわけですよね。いや僕は本当にあのこの間本当に明るい昭恵さんと食事をしてすごくあの生き生きしてらしたから、昨日の病院に行った写真はもう見るに耐えなかったね、うん、自民党の何人かの政治家がですね、はい、その覚醒してほしいですね、目を覚ましてですね、はい、くれるといいですね、はい、っていうか欲しいですよそれは。そうですね、うん、はい。